はい。それでは第35章に入っていきましょう。第35章は日中戦争についてです。満州事変後のこの日中情勢について、このようにもう地図を使いながらね、ちょっと細かくね、見ていきましょう。さあ、満州事変は第2次若月内閣の頃にスタートし、この結局のこの満州国を 独立させることになったんだよね。えー、そして斎藤内閣の時には日満議定書が結ばれて満州国は認められます。一方で国民政府も単空停戦協定を結ぶことによって満州国を追認しましたが、さあ、地図を見ていただいて皆さん満州国の範囲について示すことはできますかここを見てください。東三省と熱化省だったよね。えー、だから、ここかな。 はい。この辺りを、こう、満州国としておきましょう。日本の傀儡政権となります。で、えー、この北京がこの辺りにありまして、こう北京ね。北京です。そして、河北省東部、北京東部は、単空停戦協定によって非武装地帯となり、ここで一応満州事変は収集したんだよね。 その間に、この国民政府の動きから確認してみますと、一応は紹介石の北伐によって中国は一見統一されたかのように見えているんですが、その国内情勢はまだまだ統一というには程遠いものだったんですよ。一番大きな点は、国内で使っているお金がバラバラだったんですよ。中国国内ではなんと11種類もの貨幣が、こう、バラバラに使われているような段階だったんですね。 これは国として統一されたものとは言えませんよね。そこで、この国民政府は、イギリスの協力の下で、貨幣の統一を図っていこうとする動きを見せるんです。日本からすると、なんとか中国のこういった統一を邪魔したいと思っているので、1935年以降、河北分離工作というものを進めていきます。すなわち、この辺ですね。 わーっと、このあたり。満州国よりも,もうちょっとこの外側のあたりを、ここを国民政府から切り離そう。要は、貨幣の統一を阻止しようというような、こういう計画です。河北五省を国民政府から切り離す政策のうち、この、単空停戦協定によって、非武装地帯とされたこのあたりを、紀藤防強自治政府として、 国民政府から独立させることに成功するんですよ。こうやってじわじわと日本は国民政府に対して圧力をかけていたわけなんですね。さあ、で、国民政府側はその間実はもう一つの戦いを行っていたんですよね。はい、紹介席はこの南京にいるよね。ここ国民政府の首都です。えー、国民政府紹介席はこの北伐をする過程で確か 共産党を大弾圧しました。上海クーデターにより国境は分裂した。その時の恨みがまだ残ってまして、共産党は、この南京の南部のこの瑞金あたり、ここを拠点としております。この斜線が入ったところ、ほら、共産党の勢力地域って書いてますので、この瑞金あたりを拠点としてるんだよね。はい。で、えー、この張学寮は、蒋介石の支配下に入りましたが、 満州国が作られて以降の超学寮の動きは、この共産党を追い詰める係りになっていくんですよ。共産党追撃軍のリーダーになるので、この小介石の下で超学寮が、共産党を倒しに行くと。こんなイメージです。え、すると共産党はその圧力に押されるような形で、逃げるんですよ。べーっと逃げて。 わーっと、こっちの方に逃げていって、この、沿岸あたりを、これを共産党は拠点とする。すると、超学寮も、おい、待ってこらーって追いかけていきます。ストーカーみたいに追いかけていきまして、はい。で、今度は、この、西安あたりを超学寮の方は拠点とすると。いいですね。ただ、2年間にもわたる、この共産党との戦いの中で、 小学寮は今こんな感じで国境内戦をやっている場合なんだろうかと。ずっとこう疑問を持っていたわけ。とっととこの共産党との内戦を終わらして、この日本に立ち向かっていかないといけないんじゃないのかと。で、小学寮はこの西安にいるときに南京から応援に駆けつけてきた小介石おい大丈夫かって来たときに、もうこの内戦を終わらせようと思って、小学寮は この蒋介石をバッとこの西安地に監禁してですねで。で、えー、自らこの共産党と話をつけることで内戦を無理やり終わらせる。西安事件というのが起こったわけなんです。はい。そして中国の内戦が終わるとですね、えー、日本に対して対抗していくような、えー、こういう勢力がやっと作られていくわけなんですね。ここまでちょっと教科書を読んでみましょう。はい。小説日本史ですね。 1935年以降、中国では関東軍によって、この河北、すなわち、チャハル水炎河北三世三島の五省、さっき僕が地図で黄色で示した範囲です。ここを国民政府の統治から切り離して支配しようとする河北分離工作が公然と進められました。その背景には、イギリスの支援のもとに国民政府が地域的な通貨の混在状態を解消しようとする 平成改革を実施し、中国国内の経済的統一を進めようとしていたことが挙げられます。結果、赤北分離工作なんだが、はい、えー、紀藤防教自治委員会を自立するなどの工作を進めることに成功しました。はい、これに対して中国国民の間では、抗日休国運動が高まり、例の、えー、長学寮による西安事件をきっかけに、 国民政府は共産党攻撃を中止し内戦を終結させ、日本への本格的な抗戦を決意することとなったわけなんです。西安事件に至るまでの過程は、先ほど地図でも説明しましたが、文章にもなっておりますので、ね、また中の2番をね、読んでおいてください。はい、続いて日中戦争の動向について見ていきましょう。日中両軍がこの後1937年以降衝突するわけですが、 きっかけとなった事件が、一番の、盧溝橋事件です。これね、1937年7月7日まで覚えてください。はい。龍城湖事件は31年の9月18日でしたが、盧溝橋事件は7月7日ですよ。北京郊外にて日中両軍が衝突です。北京郊外、この辺。露光橋ね。あの、これね、関東軍が最初衝突したんじゃないんですよ。北京にはですね、 このシナ中東軍というのがいます。覚えてますこれ明治時代に北進事変というのがあって、日本を含む8カ国連合軍が中国を倒しました。清を倒したんですよね。その後、えー、北京に一部軍隊を駐留させる権利を認めさせてまして、それがこのシナ中東軍なんですよ。はい。ここが中国軍と激突したところからスタートします。 で、一旦は現地で停戦協定が結ばれたものの、この絵内閣は軍隊を増派することによって、戦争を追認するんですよね。結果、全面戦争へ発展していくわけなんです。で、全面戦争発展なんですが、この二つの内容をまず押さえてください。第二次上海事変。さあ、この部分は満州事変と比べてみてください。 確か満州事変の時も日本軍が東三省から熱火省に軍を進めるときに、えー、この時にこう分かりにくくするために上海でね日本軍が中国軍と激突する事件を起こして注目をそちらに向けましたよね同様に今回は第二次上海事変でここもやはり上海において日本軍と中国軍とが激突するわかりますだから軍隊としてはこういうような日本軍の進行 がある一方で、こうだとか、こうだとか。はい、この上海の方にも軍隊をね、送り込んでいくようなイメージを持っておいてください。はい、河中へ拡大していきます。で、国境の内戦は停止状態となっていたんですが、ついに、第2次国境合作といって、国民政府と共産党とが、抗日民族統一戦線を結成する。 これをもって、露光橋事件という、この地域的な争いがですね、全面戦争へと発展していくわけなんです。えー、ただ、ちょっとこの部分を見てください。宣戦線布告をしなかったというところ。これについては、本当によく問われますし、センター試験でもこれ出されましたよね。なぜ日本は宣戦線布告をしなかったのか。これ、山川の小説日本史で説明がなされておりますので、ちょっと拾ってみましょう。 はい。では、こちら、ご覧ください。小説日本史 B、日中戦争です。はい。えー、1937年7月7日、北京郊外盧溝橋付近で盧溝橋事件。一旦現地で停戦協定が成立したものの、このへ内閣は軍部の圧力に屈して、不拡大方針を変更し、戦線を拡大しました。ここは大丈夫ですよね。で、戦闘は当初の日本側の予想をはるかに超えて全面戦争に発展しました。 さあ、中の1番を見てください。日本は、この戦闘をはじめ北支事変、ついでシナ事変と名付けます。まあ、第2次上海事変の後、戦いが渦中にまで及ぶと、北支ではなくシナと呼ぶようになっていきますね。実質的には全面戦争だったんだが、日中両国とも、アメリカの中立法、 の適用を避けるためなどの理由から正式に宣戦線告をしなかった。実はアメリカは戦争状態にある国に対して武器などの輸出を禁じるという、こういう法律を持っているんですよ。日本も国民政府も共にアメリカ経済に依存しておりましたので、はい、だからちょっと中立法が発動するときついということから宣戦線告しなかったんですよ。じゃあなんで今日中戦争っていうのって。これに関しては、 この後日本は最終的には第二次世界大戦でアメリカやイギリスと戦うんです。するとこの日中戦争も第二次世界大戦の一部局戦という扱いになる。ここで初めて正式に戦線国することになるんですよね。だからそれまでの間は実は戦争ではなかったんだと。まあこういうわけなんですよね。とはいえまあ実質的には戦争レベルの大きな争いとなっておりますので、丸の3番を見てください。陸軍と 海軍が連携を取るための大本営というものを設置します。これは統帥権を持つ天皇のもとで開催されるものですので、宮中にこの時には置かれました。統帥権は独立しておりますので、内閣がここに影響を与えることはできません。したがって、首相内閣はこの大本営には参加できないと。はい。で、この絵内閣の考え方とすれば、おそらく戦争は、 え、短期的なもので終わるだろうっていう楽観的な見通しだったんですよ。だからさっきも、この絵内閣は軍隊を増派して追認してるんですよね。あの、実況出版の日本史ビートからと、この絵は一撃論という考え方を持っていた。え、大きなダメージを与えてすぐに戦争を終結させて日本に有利な講和条約を結べばいいじゃないかぐらいのことを考えていたと。はい、ですが、はい、見てください。4番です。 ついに日本軍は37年の末、12月に南京を占領します。国民政府の首都を占領したんで、おそらくこれぐらいで戦争は終わるだろうって思っていたんですよ。はい。ですが、こまあ南京においては南京事件とも呼ばれるような、 え、一般市民に対する虐殺行為などもあったと言われておりますので、そうしたことが、え、中国人の反日感情を、これ高ぶらせることにつながりまして、戦争はまだまだ終わらないと。国民政府は、この重慶にこもり、え、なおも徹底的に抗戦すると。いいですかね。日本軍も当然これ重慶追いかけていこうとするんですけれども、ここまでしか行けませんので。皆さん、重慶というのは四川省、山の中です。 日本の戦車部隊が乗り込んでいくことはできないんですよ。はい。ということもあって、戦争はまだまだ長期化の一途をたどっていくわけです。では、37年から今度38年に入ってみましょう。はい。えでは、この絵生命と日中戦争の長期化をやります。38年にこの絵首相は3度にわたって声明を発表します。ところがそれが全部裏目に出てしまって、 戦争を収集できないという流れを作ってみましょう。まず、第1次この絵声明が38年の1月に発表されました。これ通称、国民政府を相手とせず声明と言われます。一体何のこっちゃいと思いますので、まぁ、あ、手とりめく資料を読んだ方が分かりやすいと思います。はい、ではこちらご覧ください。第1次この絵声明。1行目。帝国政府は、 南京攻略後、なおしな国民政府の反省に最後の機会を与えるため、今日に及べると。まあ、ここで、ね、戦争を終わらすという、えー、方法もあったはずだ。しかるに国民政府は帝国の真意を介せず、乱に交戦を削し、うち民人途端の苦しみを察せず、外、党は全局の和平を変えりるところなし、よって帝国政府は、 事後、国民政府を相手とせずと確かに言っております。相手とせずって一体どういう意味なのか。直訳すると抹殺するって意味なんだけれども、どうやらもうちょっとわかりやすい解釈が必要になってきますので、後ろを見てください。帝国と真に提携するにたる、信仰しな政権の成立発展を期待すると。要は、国民政府紹介席、お前中国代表じゃないだろ。 新しい中国代表出てきなさい。そこと和平工作するからと。こういうような意味合いなんですよね。はい。ですが、こちら見てください。実は外務省が独自のルートで国民政府と和平工作を裏で進めていたんですよ。このドイツ人のトラウトマンという人がいます。このトラウトマンは中国に駐在しているドイツ人で、ここを介しての和平工作を進めて、 いたわけなんですが、え、一国の首相が、国民政府、お前中国代表じゃねえ、どっか行けって言ってしまったもんですから、この和平工作は流れてしまって、戦争収拾の道を閉ざしてしまうことになったんですよね。で、この1月の声明の後ぐらいに国民政府は重慶に入り、なおも抵抗します。戦車部隊が行けない以上、日本軍はずっと重慶を空爆し続けるしかないんですが、 空爆すれどもすれども、もう戦争は終わらないんですよね。はい、だんだん焦ってきます。で、えー、この38年の暮れですね。11月に入りましょう。もう戦争期における10ヶ月間ってものすごく長いよ、これは。もう大学受験における10ヶ月ぐらい、も濃いものだと思いますよ。日本は、こう、だんだん疲弊していくわけなんです。そんな中で、この園首相は、 党は新秩序の建設を、これを声明として発表するんです。これはね、日本、中華民国、そして満州国。この3つの国で、この東アジアに新しい秩序を作ろうと。これに関しては、国民政府を認めています。さっきは国民政府お前どっか行けって言ってたのに、今回はもうもういいよいいよ。うん、あの、紹介席お前も一緒に話し合おうぜ。一緒に新たな秩序を作ろうじゃないか。 こう呼びかけて戦争を終わらせようとしたんですよ。ところが、従来の東アジアの秩序っていうと、英米中心のワシントン体制だったじゃないですか。この東和新秩序建設はワシントン体制の否定と捉えることもできるんですよ。このあたりから英米との関係が明らかに悪くなっていく。もともとアメリカなんかは特に中立法なんで、日中戦争のには中立の立場を取っていたんだが、 当は新秩序生命の後ぐらいからアメリカとの関係も悪化していくと思ってください。ただこの声明に応じた中国人もいます。はい、国民政府ナンバー2の王朝名が重慶から脱出しましたが、一旦ベトナムのハノイへ脱出します。え、彼は日中戦争を終わらせたいと思うんですよ。だからもう早く日本と交渉して終わらせたいと思っているんですが、紹介席はそのつもりありませんので、国民政府がこう二つに分かれちゃったっていうことなんですよね。 はい。これを利用する形で、この絵首相は今度、第3次生命、この絵三原則を発表し、全輪有効、共同防強、経済提携、この3つをスローガンとして、王朝名ちょっとこっち来ないかと。さっき占領した南京の地を王朝名、あなたに返します。あなたがここで中国代表になってください。と。 重慶国民政府ではなく、南京国民政府を樹立させて、さあ、ここと講和すればいいと。こう考えていたんですよ。ところが見てください。はい、この南京国民政府王政権は、中国人からの支持を全く得ることができなかった。中国国内で認められず中国代表になれなかったので、ここと講和をすることで戦争を終わらそうとする、この絵の計画は失敗に終わった。 で、この後え、およそ8年間にもわたる日中戦争の長期化へと繋がっていってしまうわけです。では、最後のこの38年の部分を教科書でチェックしてみましょう。さあ、日本は38年に入りますと、大規模な攻撃を中断して各地に傀儡政権を樹立する方式に切り替えていきます。で、38年の1月、こ野栄首相は国民政府を相手とせずと声明し、 国民政府との交渉による和平工作の可能性を自ら断ち切り、進行しな政権の発足を期待します。えー、そして、同年の末、戦争の目的が日満下三国連帯による東は新秩所の建設にあることを声明する。これが11月の第二次声明ですよね。 また、えー、12月も第3次声明を発表いたしまして、この3つを合わせてこの A 声明なんて言います。えー、すると、密かに国民政府の要人、王朝明を重慶から脱出させます。はい、そして1940年にようやく各地の傀儡政権を統合し、王を主犯とする新しい南京国民政府を樹立するわけです。しかし王政権は弱体で、 日本の戦争終結の戦略は失敗に期し。国民政府は米英などからの物資搬入路であるいわゆる延焼ルートを通じて援助を受けて、その後も交戦を続けていくこととなります。要はもう一回地図を確認してみましょうか。さあ、この香港あたり、広州あたりね、ここ、イギリスが支配してますよね。いいよね。で、台湾の南側にはあの、フィリピンがありますので、アメリカがいます。 アメリカとイギリス仲いいので。いいね。あとこの辺はフランス領もありますし、でこっちの方にイギリス領ビルマっていうのもあるんですよ。この辺りから、わかりますかね。どんどんと援助物資が重権に届けられる。だから日本が空爆するでもすれでも戦争は終わらないんです。むしろ攻撃している側の方が疲れてくるといったような状況なんですよね。 はい。この戦争長期化の背景には、延、えー、症ルートというのがあったということを押さえておいてください。この戦争を終わらせるためには、延症ルートを遮断しないといけません、えー。これはね、ドイツが第二次世界大戦を勃発させ、1940年にフランス、パリを陥落させてフランスを倒すでしょう。するとここが弱体化してくるので、これを機に日本はさらに南の方に進んでいって、延症ルートを遮断し、 日中戦争を終わらせようとする。ところが、英米を本格的に敵に回してしまうっていう、この話につながっていくわけなんですよね。ということで、まあ今回は第35章、日中戦争の長期化の要因が分かれば、えー、OK だと思います。ということで、今回のテーマはここまでです。 はい。それでは日中戦争期の国内の経済体制について見ていきましょう。なんかこう戦争中っていうと、やっぱり先入観で、ものすごくこう血生臭いイメージがあるかもしれないんですが、実はですね、この日中戦争の時期に、例えば、現在の厚生労働省の前身である厚生省が置かれたりだとか、まあ、内務省からね、分離したりだとか、あとは、 国民健康保険制度なんていうのができるのも実はこの時なんですよ。やっぱ戦争っていうと、贅沢は敵だのスローガンのもとに、国内において自由な経済活動っていうのが抑制されて、いわば資本主義っていうものにブレーキがかかる時期なんだよね。そういうのを念頭において、この戦時経済体制のところを聞いてください。ではまず、1点目なんですけれども、 軍需産業を今から育成していきます。で、皆さんはすでに、この日中戦争の長期化については、ある程度頭に入ってますよね。え37年7月7日、六溝橋事件に始まり、37年年末に南京を占領したものの、まだまだ国民政府は、重慶を拠点に抵抗を続ける。38年に入って、この衛生命を出すも、戦争の終結には至らなかった。その背景をもとに、こう見てみると、 この軍事産業の育成ってまだ37年なんであ、戦争始まって間もない時期。おそらく一撃入れれば戦争は終わるという、こう甘い見通しだった時期なんだよね。はい、その頃に、これちょっと言葉難しいんですが、臨時資金調整法や輸出入品など臨時措置法。まあ、こんな難しい用あんまり欠かせませんので。はい、あの、国家の予算を決めるときに、なるべくこう軍事予算を割いていこうだとか。 あとは外国から物を輸入する、その輸入品なんですが、なるべく軍需産業の方に割いていこうだとか、そういうことを取り決めた法律だと思ってください。そして今回の戦争、はい、えー、人的資源や物的資源が一体どれだけ必要なのかっていうのを、これを決めていかないといけません。これ万が一ね、豊臣秀吉の時代だったら、石田三成あたりが、そういう動員計画を立てたと思うんですが、この日中戦争の時期には、 企画員が戦時動員計画を行っていきます。企画員は一応内閣直属となっておりますが、その構成メンバーはというと、主に高級管理たちが占めております。例えば大倉省の高級管理だとか、陸軍省や海軍省の高級管理などがみんなで集まってそういう計画を立てるんだと。さあ、その際に人的資源、物的資源をどんどんと獲得していきたいわけなんだけれども、いちいち 帝国議会でその許可を取るっていうのが、これがちょっと手間がかかるんだよね。もっとスムーズにそういうのを決めていくためには、これですよね。はい。国家総動員法という法律が制定されます。これは、議会の承認なしにです。ここはポイント。はい。労働力や物資の調達を可能とする法律なんですよ。 じゃあどうやってそういう法律を作るのかっていうと、ここ見てください。天皇の直令によってこういったものを動員していく。これね、緊急直令じゃなくても結構です。いわば、議会が閉会中だとか開会中だとか関係なく、いつでも天皇の直令でこれを確保できるんだ。という法律なんですよね。で、この国家総動員法は資料問題でも品質なんで、ちょっと資料を読んでみましょう。 はい。ではこちら。国家総動員法です。もちろんテキストにも載っけてますよ。上から読んでいきましょう。第1条。本法において、国家総動員とは、戦時に際し過去、戦争に準ずべき事変の場合を含む。確か、日中戦争は当初、宣戦線布告をせず、事変扱いだったんだよね。41年以降に、えー、戦争になっていきます。 だからこの事変の場合も含むんですが、国防目的達成のため、国の全力を最も有効に発揮せしむるよう、人的及び物的資源を統制運用するを言う。もうちょっと具体的に見ると、第4条、政府は戦時に際し、国家総動員上必要あるときは、直令の定むるところにより、帝国新民を徴用し、総動員業務に従事せしむることを、 と書いてます。これは人的資源の方だよね。そして第8条。政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは、直令の定めるところにより、物資の生産、修理、配給、上とその他の処分、使用、消費、所持及び移動に関し必要なる命令を出すことをう。このように、直令を出すことによって人的物的資源を統制していくと。これもうね、入試問題ね。ここは穴抜きになりますんで。 穴抜かれてたら直令というワードを選んでください。ダミーも決まってます。はい、これダミーはね、議会というダミーがあります。このえ穴抜き問題ね、この空欄には直令が入る議会が入るって聞かれるんで、皆さんは直令の方をピックアップするだけです。いいですね。さあ、それでは具体的にどのような直令が出されたんでしょうか。まずこちら、1939年に国民徴用令が出されました。 これはですね、国民たちを軍需工場に動員できるっていう直例です。まあ人的資源の方だよね。はい。僕ね、来年からちょっと小学校の先生やるんだっていう若者に対して、君来年からちょっと広島県の軍需工場で戦闘機作ってくれたまえとか。まあそういうことを、まあ可能にする法律なんですよ。一方、こっちの価格等統制令についても、政府が重要物資に関しては、肯定価格っていうのをバシッと決めてしまえる。 いいですかまあ、実際は闇取引って言って、その価格を超える値段で取引はされるんですけれども、それでも一応政府がこのように市場の価格に対して介入できるようになっていくっていう、こういう命令なんですよね。他にも様々な直例がありますが、とりあえずこの2つを押さえてください。あの、2021年、共通テストでこれ、価格等統制で出ましたよね。はい、生徒率50%切ってましたから、なかなかやっぱり受験生この辺苦手にしております。いいですね。さあ、もう少し見ていきましょう。 先ほども言いましたが、この日中戦争期というのは資本主義が抑制される時期なんですよ。はい。企業は自由な経済活動に縛りがかかってくるわけ。そんな中でまず、はい。この電力国家管理法っていうのが通りまして、電力会社に関しては、これは国家もその経営に参加することになるんですね。これ、市企業の統制の、まあ、いわば始まりの部分です。すべての企業が統制されてしまったら、それは社会主義だ。 ただそこまでは届かない。いいですかね。えー、こういう非常に重要な企業である電力業に関しては国家が介入していくっていうことなんですよね。それ以外に関しては産業報告会を結成させるにとどまります。まあこれは労働組合を解組させて戦争中は労使一体となって戦争を協力してほしいと。まあこんなん言うもあれですけれどもこの戦争をですね、コロナ禍に例えるんであれば悪い、ちょっと あの、自粛よろしくねと。このように国民たちに自粛を呼びかけるのとよく似てます。それを戦争中は、えー、悪いんだけれども、労働組合は一回ちょっとその活動をやめて、労働者、そして企業ともに戦争に協力することをこう求めていくっていう運動です。もちろんこれに協力する者もいれば、嫌だって言って協力しない者もいる。まだこの日中戦争の段階にそこまで強制力というものは強くなかったんですよね。 ただ、戦争がだんだんと長期化し、そうですね、これ、1940年以降ぐらいになってくると、いよいよ国民生活は抑制されていきます。非常に暮らしにくい感じになってきますわね。はい。例えばこのヒ、チヒチ禁令。これ、7月7日に出されたんでヒ、チヒチ禁令と言いますが、これは、贅沢品の製造販売を禁止するものです。それ以外にも、切符制。 まあよく砂糖とマッチで説明されますが、こうした砂糖やマッチなどの重要物資っていうのは、えー、金額以外に切符の個数までしか買えないという個数制限がされます。あとはこれね、農家に対して出されたのが教出制と言いまして、この戦争の時期に米の売り惜しみなんていうものを防止するために、国家が強制的に米を買い占めてしまうっていうことなんですよ。 そしてその買い占めた米を用いることによって米の配給性なんていうものを実現していくわけです。こんな感じで日中戦争が勃発すると国内において戦時経済体制が築かれていきました。この部分教科書でチェックしてみましょう。ではこちらご覧ください。山川小説日本史から。まずきっかけとなったのはこの広田内閣の時の 大軍備拡張予算ですね。はい、確か、馬場英一による馬場財政がありましたえ。財政は軍事支出を中心に急速に膨張し、軍事物資の輸入の急増は国際収支の危機を招きましたが、さらに日中戦争が始まると、この絵内閣は、巨額の軍事予算を編成するとともに、経済統制に踏み切り、 そのきっかけとなった臨時資金調整法や輸出入品など臨時措置法の交付については、ここに書かれております。はい。そして1938年に入りましょう。日中戦争が長期化し、あれなかなか戦争終わんねえなってなってきている時に、ようやくこの国家総動員法が制定されて、政府は議会の承認なしに戦争遂行に必要な物資労働力を動員する権限を与えられるわけなんですね。 そして国民生活までも全面的に統制下に置きました。また、四企業の統制である電力国家管理法についてはここに記されております。そして1939年には、国家総動員法に基づく直例として国民徴用令が出されました。一般国民は軍需産業に動員されるようになっていきます。 そして物資動員計画を立てる企画員については、すでに37年の段階では、このように設置されていたものの、38年度から企画員によって物資動員計画が作成されていきます。このようにして国民たちは次第にこの戦争協力というものを強制されるようになっていくわけなんですね。はい。では、国民生活の圧迫については、ここら辺に書いておりますね。はい。39年。 これまた、直例として価格等統制例が出され、工定価格制の導入。そして1940年。はい、贅沢品の製造販売の禁止がひち,ひち禁令。砂糖やマッチなどの消費制限切符制。そして米の配給制。はい、切符制は砂糖マッチ以外にも、医療にも切符制が敷かれるということまで言及されております。 また、次の段落には、農村においては政府による米の強制買い上げ制度、供出制の実施についても書かれております。さあ、では続いて、この日中戦争期における国民たちの思想統制について見ていきたいと思います。やっぱりね、この贅沢は敵だっていうスローガンをみんなに徹底させるためには、みんながその戦争に協力するという共通した考え方っていうのを持たないといけないんですよ。 政府がやろうとしていることに対して、えー、そんなん協力するの嫌やっていうような、そういう国民を政府はどのようにして減らしていったんだろうか。さあ、そこでですね、このワード。ファシズム体制という言葉があります。ファシズムっていうと、これは、イタリアの独裁政党であるファシスタ党から来ているんですよね。はい。あの、ムッソリーニが独裁政党であるファシスタ党を作って、これ1920年代ね。それを真似したのが、 あの、ドイツのヒトラーです。ヒトラーもナチスという、こういう独裁政党を作りました。で、日本もそのように独裁体制のようなものを今から作っていくわけなんですが、さあ、このファシズム自体は全体主義っていう、こういう意味合いなんですよ。いいですかはい。え、これ言い方を変えれば、一国社会主義です。自分たちの国の中だけで社会的な平等っていうのを作っていこうっていう体制なんですよね。 はい。ということで、はい、見てください。イギリスとかアメリカって言ったら自由な国じゃないですか。そういう自由な国に対しては敵基心を持ちます。いわば、反自由主義を取るんです。これね、僕のイメージだと、この全体主義っていうのは、えー、例えばそうですね、めちゃくちゃ自由な幸風の、あの、高校があるんですよ。 いいね。んで、もう男女共学の自由な校風の高校があって、その高校の隣には、もうね、めちゃくちゃ厳しいね、男子校があるとするじゃないですか。でこの男子校の奴らはもう勉強しかしないんですよ。いいですか。もうお前たちは勉強してけって、まるでこの軍隊のようにですね、こう勉強させられるような学校があると。ほんで、その男子校の子たちが隣の共学の,あの自由な校風の高校を見てですね、ああ。 高校生活楽しそうだなとかってこうね、えー、羨ましい目で見るんやけれども、お前たちそっちを見るんじゃない。あいつらは敵だ。敵だと思う。あんな楽しそうな学園生活を送ってる奴に未来はないとかって。ほんで、もうひたすらね、そっちを見ずに勉強させられるような。なんかそんなイメージです、ここは。わかりますかね。この自由主義の A、B に対しては、日本はどんどん敵心を持って、自分たちは、こう、国家社会主義を作っていく。いいですかね。 はい。じゃあ、え、対英米ってことは、あの、ソ連と提携するのかっていうと、それも拒みます。反コミンテルンなんです。なぜならば、確かにソ連っていうのは反自由主義の立場をとってます。だって社会主義の国ですから。でも、ソ連が日本に命じてくることっていうのは、やはり天皇制の打破なんですよ。え、王というものをなくせっていうのがこのコミンテルンのテーマでありますので、日本は絶対それを受け入れようとはしません。 ということで、独自の社会主義を目指すわけなんですね。したがって、反コミンテルンの体制も取りました。さあ、こうした全体主義を取っていくためには、一国一党体制であることが望ましいです。まあ、さっきも言いましたが、イタリアのファシスタ党やドイツのナチスのような独裁政党を作っていきます。 で、イタリアやドイツをモデルにするわけなんですが、その三国が歩み寄りを見せるのが、この1930年代後半、数軸と呼ばれる勢力が形成されていきます。これは、A、英米に対しては対抗心を持ちながら、で、自分たちも提携することによって、彼らに対抗していこうとする勢力なんですね。はい、36年は、日独防強協定。これ、広田内閣の時に結ばれたものですね。 はい、反コミンテルンを規定します。まあ当初はね、反コミンテルンというところから日独はつながりを持ったんですよ。ただ翌37年、この絵内閣の時にイタリアが混ざってきて、日独良三国防共協定となった時には、これはもうね、ゼン英仏あたりの、この自由主義に対して対抗していこうっていう姿勢を示しました。ただ、ドイツやイタリアと日本との大きな違いは何かっていうと、日本には天皇がいるんですよ。 え、ドイツやイタリアには天皇に相当するような王はいません。だから根本的に違うわけ。うん、そんな中で、え、これね、日本型ファシズムと後に言われるようになる日本独自のファシズム体制が作られていきます。全体主義を取るという点については共通してるんです。だから、ファシスタ党やナチスのような、えー、独裁組織である体制翼散会というものが1940年に結成されます。 で、これは上位達の国民組織。これ、意図よりすいません。汚職ですね。上の意思を、はい、下に伝えるための国民組織。当時の日本人口約1億人だとして、はい、この上に立つのは大政翼賛会の総裁は首相です。小野絵踏丸とか、東條秀樹なんかの、この意思をですね、1億人の国民全員に伝えるような、 こういう独裁組織を作っていこうとするわけ。めちゃくちゃ強力な権限でしょ。まあ細かくはね、次の第36章で説明しますのでご安心ください。はい。で、えー、めちゃくちゃ強すぎるんで、この大政翼3回の総裁って、これね、よく考えたら、天皇以上の権限を持っているって言っても過言じゃないんですよね。うん、だからこのままだったら、明治憲法に違反するんです。そこで、この、 体制翼散会は政党ではないと。このように設定した上で、あくまでもこの体制翼散会は天皇を中心とした国づくりを補完していくためのシステムなんだっていうふうに定義づけます。こうすることによって憲法違反にはならないように配慮した。まあ僕たちから見たら一緒やんけって思うかもしれませんが、これはもう学者の世界の話なんで、憲法学者たちはこれを政党とは認めなかったっていうことです。 では、こうしたファシズム体制に対して異論を唱える人たちが次々に弾圧されていくというところを最後、教科書でチェックしてみましょう。はい。では、こちらご覧ください。戦時統制と生活の部分です。まあ、この国民精神総動員運動あたりは、これも第36章で、はい、あの、しっかり教えますので、一回スルーしていただきまして、この中の1番に今回は注目してください。 まずは日中戦争開始直前。文部省は国体の本義という、こういう教科書を発行し、全国の学校や館長に配布し、徹底した思想統制を図っています。はい。例えば、今の歴史の教科書ってもちろん、あの、岩塾遺跡とか、ね、三内丸山遺跡とか、考古学から始まるじゃないですか。でも当時の歴史の教科書は、神話からスタートするんですよ。 うん、で、その神の子孫に天皇を位置づけることによって、天皇神格化,化を図っていくわけなんです、えー。これにね、あの、科学的な根拠を持って異論を唱えようとした人、うん。神話を科学的に分析しようとした、例えば津田総吉なんていう歴史学者は、えー、この時にその自らの著書を発禁処分にされてしまうんですよ。はい、また、植民地経済政策の研究者であった柳原忠夫という人が、 はい、これが政府の大陸政策を批判したことで大学を追われます。当時は非戦論の立場を取ったりすると、もうこれは徹底的に弾圧をされるって思ってください。はい、そして、この後、東京帝国大学の大内表恵らの教授グループが人民戦線の結成を図ったとして検挙された事件を人民戦線事件と言います。人民戦線というのは一体どういう意味かっていうと、 え、さっきやりました。まずは、反ファシズムの立場を、え、取る。いいね。そして、反帝国主義。そして、反戦争。この三つを唱えるのが、人民戦線というグループなんですよ。うん、ということは、彼らは、もちろん戦争には否定的な立場なんです。そんな彼らは、お前ら実は共産党と繋がってるだろうと。まあ、いつも通りですわ。お前ら赤だろう。 共産党員だろうと。こういう圧力を受けることで弾圧をされてしまったと。これが人民戦線事件ね。はい。これ以外にも、ファシズムに対してファシズム批判を行った河合英二郎なんかが、東京大学をこれまた辞職させられるとか、こういう事件も相次ぎました。 ということで、えー、ファシズム体制と、えー、それに対して否定的な立場を取る者が弾圧を受けた事件とまとめて抑さえておいてください。ということで、今回のテーマはここまでです。重要な点が2つあります。中期の火炎とかどうですか愛知県の方とかって火山がないよね。 はい。それでは第35章の演習問題です。次の文章を読んで、河川部に関する質問に答えていきましょう。リード文は226事件、以後の話です。ということは、226事件で岡田圭介内閣が総辞職なんで、次の広田幸樹内閣からですね。閣僚の人選財政改革などで、軍部の要求を受け入れてかろうじて成立したと書いています。 確か、軍部の中でも、統制派がですね、この、官僚内閣である広田内閣に対して、威圧していきます。えー、この、一つ前のね、岡田内閣の時の大倉大臣、高橋惚力夫は、軍事予算を削減しようとしたことが恨まれて、陸軍の青年証拠によって殺されてしまいました。えー、そういうことを利用する形で、軍拡予算、軍拡予算というものを要求していくわけなんですよね。 ただその軍部と対立していたのが政党なんで。はい、この軍と政党との対立により、広田内閣はどっちにつくこともできず、総辞職することになってしまうんです。さあ、この広田内閣の政策ではないものを一つ選んでください。いいですね。うん。まあ、1,2,3,4とありますが、例えば2番の日独防強協定の締結。これ1936年。 広田内閣の時でしたよね。また、軍部大臣現役武官制の復活ね。これによって、ますます軍部は内閣に対して圧力をかけるようになっていくんです。まあ、この辺はね、簡単に、はい、広田内閣の時だなって選べると思うんですよ。ただ、難しいのはね、やっぱ一番でしょうかね。帝国国防方針っていうと、これは陸軍や海軍などの、その軍の目標のことなんですよ。 で、この帝国国防方針はいつ立てられた目標かっていうと、これね、明治末期なんです。そう、ちょうどあの、桂太郎と西洋寺金持が交互に政権を担当していた、敬遠時代に帝国国防方針っていうのは作られました。ただもうその時よりも、今から軍事費をどんどんと投入していきますので、より一層壮大な軍の目標を掲げるようになっていくんですね。はい。 で、これが改定されて、新たに国策の基準と呼ばれるようになっていきました。ただ最後の、この4番だけは、これ、農産漁村経済構成運動への着手は33年斎藤誠内閣の時でしょうかはい、あの、昭和教皇は結局、農業教皇へと波及していきまして、東北や北海道を中心とした農民たちは、まあ、あの、餓死してしまったりだとかね。 うん、して、これ大きな社会問題になりました。これに対して、斉藤内閣は、当初は自局供給事業って言って、えー、公共事業をどんどんやっていくことによって、没落農民を就労させていこうとしたわけなんだが、33年頃になって、ある程度この昭和教皇からの立ち直りを見せると、あとは自力で頑張れ。農民たちを。産業組合を用いることによって、自分たちで助け合って、なんとか自力構成を図っていってくれと。このようにシフトしていくわけでしょ。 はい。これ、昭和教皇のところでやったと思います。はい。したがって、これ、斎藤内閣なんで、答えは4番を選んでください。続いて、河川部の B です。はい。広田内閣総辞職後、一度祖閣の対名が宇垣一茂に下りました。はい。ただ、宇垣というと、彼はどちらかというと、政党と仲が良い陸軍の人間です。 はい。政党と軍部というものを、これを協調関係を作っていこうとする人物で、軍部のその過激派というか、でね。そちらの勢力からは、宇がきはもうお前は政党の犬だろう、みたいな感じで、全然人気なかったんだよね。はい。そこで陸軍は、誰も陸軍大臣を推挙しなかったため、宇がき内閣は成立すらしなかったんです。その宇がきと政党との、その、良好な関係を示すのが、はい。 かつて宇垣が陸軍大臣に就任した際に大規模な軍縮を行ったんだよね。これ宇垣軍縮って言います。えー、確か国際協調体制を背景として宇垣は陸軍を4個手段削減するんですよ。はい。こうやって英米との協調関係というものを作っていこうとした。ただし、えー、軍事力自体は少なくなったものの宇垣はその浮いた分の 費用を用いて、軍備の近代化を進めていこうともしました。はい、この時の内閣は、これ1925年、あの、普通選挙法が制定された時の内閣なので、答えは1番。はい、加藤隆明内閣の時です。はい、それでは河川部の C に行きましょう。はい、そして、宇垣が流れた後、陸軍の林千十郎内閣も短命に終わり、その後、貴族院出身の 1> 第1次、この絵踏み丸内閣が発足いたします。これに関しての問題。はい。この内閣の時に、戦争遂行を目的として、節約や貯蓄など、国民の戦争協力を促す強化運動が展開されていきました。この運動については、あの、この第35章の動画では軽く僕流しちゃいましたので、 えー、結構まだよく分かっていない人が多いかもしれませんが、これね。はい。国民精神。総動員運動。めちゃ長い。大変や。ただ覚えやすいワードではあります。 なんか、行業に名前してるんですが、これ一体どういう運動なのかっていうのを説明すると、これね、出されたのってまだ1937年の10月頃なんですよ。ってことは、盧溝橋事件が起こってまだ間もない時期で、いいね。まあ、南京占領すれば戦争終わるか、ぐらいの、まだそんな時だったんで、最初はですね、自発的な戦争協力を促していく程度です。 はい、それぐらい強制力の弱いものだったんだけれども、だんだんと戦争が長期化していく中で、その強制力が強くなっていく。うん。で、1940年になると、これはね、次の新体制運動というのに引き継がれていくんですよ。だからそことちょっと対比しないといけませんので、はい、新体制運動との対比は36章までお待ちください。とりあえずこれをね、答えとしてバシッと書いておいてくださいね。はい、では次のパートに行きましょう。 この絵内閣成立直後、北京郊外で日中両軍が衝突する事件が発生します。まあ、これはね、日中戦争勃発の元となった事件なので、はい、漢字難しいですが、盧溝橋事件を書いておきます。どうでしょう 必ずこの日中戦争は満州事変と対比させながら言葉をインプットしていってくださいね。例えば満州事変勃発の契機となった事件は流浄湖事件。日付は31年の9月18日、法典郊外でした。一方で日中戦争勃発のきっかけとなった事件は盧溝橋事件。37年7月7日。そして北京郊外ね。これね。ちゃんと対比関係作ってね。 はいで、でばーっとこの後、この内閣は当初不拡大方針でしたが、それを変更し、戦線を拡大。で、えー、南京を陥落させるも、えー、国民政府は首都を移転させ、交戦を続けました、えー。戦争は日本の予想をはるかに超えた長期戦となり、で、戦時統制が強化されていきます。戦時統制の強化の一環として、1939年に発令された、 国民を強制的に挑発し、重要産業に就労させる。これはまあ国家総動員法に基づく直例の一つですよね。はい、人的資源の確保の方なので、これは国民徴用例でいいんじゃないですかね。大丈夫ですね。はい、では次行きましょう。はい、今度は河川部 F です。日本は中国政策の 転換を発表し、そして国民政府の要人である王朝名を重慶から脱出させう々ぬと書いてます。そうなんですよ。この絵首相は3度にわたって声明を発表したじゃないですか。覚えてます第一次この絵声明は確か、以後、国民政府を相手とせずって言ってます。国民政府に代わる信仰しな政権の樹立っていうのを促していったわけ。 ところが、えー、その後、11月に第二次声明を出したときには、おい、国民政府、一緒に党は新秩序を作っていこうぜと。この党は新秩序声明っていうのは国民政府に対して呼びかけてるんですよ。このあたりで、えー、政策は転換してるよね。っていうことを、このリード文では言いたいんでしょう。で、その、この A 声明3度出されてますが、時期の早い順に、 並べ直せなんで。まあ、第1次、第2次、第3次の内容を並べ直せばいいだけなんで。はい、第1次が、国民政府を相手とせず。はい、第2次が、党は新秩序の建設。ただこれは従来のワシントン体制を否定するものなので、アメリカやイギリスを敵に回してしまいました。そして第3次声明は、この a 三原則。前輪友好、共同防強、経済提携。 はい。ということで、並べ替えると、3、1、2の順番となります。はい。では、最後のパートですかね。はい。日中戦争終結の見通しを得られないまま、この絵内閣は、軍部と対立して、総辞職することとなりました。平沼安倍、与内と短命な内閣が続きますが、与内内閣は、この絵文丸が推進した、新体制運動に期待した陸軍によって、総辞職に追い込まれます。 これはさっきの国民精神総動員運動をより強化した運動だと思ってください。えー、この結果、結成された労働団体なんですが、もともと日中戦争期は労使一体による戦争協力を促した産業報告会ってあったじゃないですか。いいですかね。でも、なかなか戦争協力しないような、そういう産業報告会もちらほらあったんですよ。ただその産業報告会同士を相互監視させる。 そうすることによって、より強制力を持たせようとしたのが、大日本産業報告会です。これはね、新体制運動の時に、え、結成されましたので、1940年と成歴つけて押さえておきましょう。はい。で、この後、え、総理大臣を総裁とする、官政の上位下達組織である、体制翼3会が発足いたしました。え、この総裁は、首相が務めます。 いいですね。第2次コノエ内閣以降の首相が務めますので、コノエ、東条、小磯鈴木。この辺でしょうか。はい、えー。ということで、この総裁を務めたことのある人物は、この中だと東条秀樹です。大丈夫ですね。はい。それでは、最後の問題です。河川部の愛。1942年に行われた衆議院総選挙。 もうこれアジア太平洋戦争始まってるのに衆議院選挙はやっぱりやってるんですよね。4年に1回は選挙しないといけません。ただ、この頃はこの大制翼3会の推薦者がもうほとんどを占めます。8割以上が大政翼3会の推薦者が占める選挙となりまして、翼3選挙というふうに呼ばれました。でこれに関連して政府はこの選挙で 翌3議員によって議会を固めようとしたが、実はまあ466人中、はい、非翌3議員も、一応85名ほど、無所属のまま当選してるんですよね。まあ人気ある人はやっぱ当選します。そうですね。尾崎幸雄とかわかるやっぱりこれ当選してるんですよ。その中の一人に、立憲民政党などのかつては非政友会系の政党に属し、 226事件直後の36年に、えー、祝軍演説。そして40年には、反軍演説を取るなどして、反戦争の立場を取った。そして、軍部と対立した人物もいました。これ誰ですかっていう問題なんですが、ちょっとこれ難しいですよね。でもね、かろうじて、教科書に載ってるんで、少しその部分ね、該当するところを一緒に読んでみましょう。 はい。では、こちら、山川の小説日本史をご覧ください。え、これはね、日中戦争がだんだんと長期化していて、で、党は新秩序生命によってアメリカを敵に回したじゃないですか。で、日本はこう経済制裁を食らうんだよね。はい、ここ見てください。1939年、日米、通商公開条約の廃棄をアメリカが日本に通告。 そして、翌年に条約が執行するんです。これが執行してしまったら、いつでもアメリカは日本に対して経済制裁できると。日本にとってはかなり厳しい立場に追いやられるんだよね。はい、そこで日本はどうすればいいのかというと、ドイツとの結びつきを強めて、対、アメリカやイギリスとの戦争を覚悟の上で、彼らの植民地である南方に進出する。 東南アジアをもその勢力に入れていけば、アメリカから貿易によって軍事物資を手に入れなくても、実力で軍事物資手に入るんじゃないのかって、こういう考え方なんですよ。この東南アジアに進出するイメージから、これはね、東は新秩序とは呼ばず、大東は共栄圏という、こういう言葉を使います。で、石油ゴム防機サイトなどの資源を求めていこうと。 この積極的なやり方に対しては、議会内や政界上層部には反対の空気がありましたが、結局その流れを変えることはできず。で、この南方進出はかえって欧米の対日経済封鎖を強める結果になってしまい。最終的には日本は対英米に対して改戦していくわけなんですよね。この流れに対して、はい、中の一番立憲民政党議員の、この斉孝、斎藤隆雄 彼は40年に議会で軍部と政府が中国で進める戦争政策を激しく批判する演説、反軍演説を行いました。すると、軍部の圧力により議員を除名されてしまいました。えー、ところが、この2年後のさっき挙げた翌3選挙において彼は無所属で、確か兵庫県の方で立候補して選挙に勝利しました。まあ、やっぱり国民からの人気は非常にあった人なんですよね。 ということで、最後、この斎藤隆を書いてください。もう、あの、僕書かなくても大丈夫でね。いけますね。はい、ということで、問題はここまでとなります。今回の演習はここまでです。